最高視聴率、なんと 64.8% を記録した伝説のお化け番組、てなもんや三度笠。主役は藤田誠さん演じるあんかけの時次郎、顔が長いのであだ名は馬。そして白木みのるさん演じる小坊主陳年、二人が日本全国を旅する物語。これじゃつまらぬ、行く先々で起こる大騒動、笑いにお茶の間は虜になりました。てなもんやの放送が始まったのは昭和37年。当時は VTR の編集技術がなく、生放送のように始まったら終わりまでノンストップで収録。この料亭だけはまだ営業をやっておるようですが、料亭梅川座、は、消せろ。大阪 ABC ホールに観客を入れ、リアルな笑いと出演者の熱演が一発勝負で次々にテープに刻まれました。豪華ゲストの歌、立ち回り、派手な仕掛け、そしてギャグは流行語に。こんなに強えのも当たり前だのクラッカーた、お釈迦さんでも気をつくめ。まこちゃんありがとう。これが伝説の舞台裏、てなもんや奮闘記後編です。どうも、三つマングローブのおじでございます、徳光正です。ゲストをご紹介いたします。てなもんやの後半のシリーズレギュラーでございました西川清さんと山本リンダさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてこのてなもんや三度笠のディレクターであり伝説のテレビマンでございます、はい、沢田貴春さんでございます。どうも沢田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。沢田さんはですね、てなもんやの他にも新婚さんいらっしゃいだとかですからね、ズーム屋さん、花王名人劇場って、はい、これがまた非常に大きい番組でございましたけど、いやー、名人劇場楽しかったです。あの、やすさんと漫才やらせていただいて、あの番組で芸術祭賞をいただいた。そうですね、はい、はい、リンダさんね、すごい、はい、あの澤田さんが日本テレビなんかに来られるじゃないですか、はい、まあ、朝日放送のディレクターでいらっしゃいます、はい、でも日本テレビがなんとかやっぱ澤田龍二さんを呼びたいって言うんで、はい、お呼びしますよね、はい、そうするとね、出迎えの列ができた。あ、すごい。そういう伝説があったぐらいでございますけど、はい、もう澤田龍二さんと美空ひばりさん以外いなかったんじゃないかと思いやいや、吉本では安さんが入ってくるときはみんな出迎えました。では昭和のお化け番組てなもんや三度笠振り返ってまいりたいと思います。てなもんやといえば毎回豪華ゲストが登場、歌にコントにとお茶の間を楽しませました。わー、これ、あのクレイジーキャッツも総出演、ヒット曲で時次郎陳年とコラボ。すごいな。春が来る。当時人気絶頂だったタイガース、すごい、すごい、一回止めましたからね。そうですよ
ね、一回ね。どうして止めたんですか。いやいや、何にも聞こえない。聞こえないの。僕サブにいてね、出てきた人ギヤーっともう天井が飛ぶような感じ。何にも聞こえない。セリフも何にもただキャーしかないの。で芝居になんないの。ですよね。ね、本当に。それで僕降りてって説教したんですよ。お客さんに。お客さんに。でともかくこんな騒ぎだと中止するっつったら、ね、うわーってまた大騒ぎになって。ああ客席が。客席が。収録は一旦中止。澤田さんがお客さんを説得した後、頭から撮り直したといいます。さて、テナモン屋といえば豪華でリアルなセット。毎回趣向を凝らしたセットは当時のコメディ番組ではまずありえないものでした。リアルなセットの中でバカなことする方が楽さがあっていいだろうというふうに思ってたんだけど、美術部長からしょっちゅうね、お前コメディは書き割りのもんだよって、江ノ健さんだってそうなんだからって言われましたよ、あのセットはね、全て本間もんなんですよ。生木でしょ、あれ山も生木、草も、だから大地一郎さんなんかは草やったり本当に食べたりなんかして、林の中にいるような気がしたり、ね、岩のてっぺんにいるような気がしたり、なんかそこに蚊が飛んできて、プチューなんてされそうな、くらいのなんかこうリアルな中でこう芝居させていただきたい。だから衣装本物なんだからね、カツラも本物なんだから、はい、セットがそこでかき割りっていうのはおかしいじゃないですか、人間も生なんだから、やっぱりその生気があった方がいいし、ただ植木屋さんが大変でしたね。そうでしょうね。植木屋の大将がね、ものすごくもう、本気になってね、自分のところに切り倒してそこへセットしてね、で本番前にね、名物だったんですけどね、その植木の社長がね、止めるんですよ、本番直前に、それでじょうろで口いっぱい水含んでね、ふわーっと水含んですよ、でちょうど木がバーッと生き返るように、すごいね、それが名物でしたね。だから生き生きしてたんだわね。あ、そうなんですか。テナモン屋が放送開始、最初の道中は東海道を京から江戸へと登る旅。セットはそれに合わせたものでした。東海道53次だから、当時そのタバコ買うとマッチをくれたんですよ、小さいマッチ、あれにデザインが全部53次、覚えてるでしょ。ありました、ありました、ね、あれをね、あ、こう見てて集まって、あ、これいけると。だから京都から逆に江戸まで53次、途中で打ち切りになるかもわからんけど、なんとか目標江戸まで着きたいなって言って、これをセットにしようと、そのまま。あ、そうなんですか。だからマッチがモデルですか。そうそう、あのままセットにしたんですよ。へー。で53次途中挫折せずに江戸まで行って、さて帰りをどうするかと、甲州街道を帰るしかないんですよね。で、甲府までしか絵がないんですよ、浮世絵あるんですよね、甲州街道があるから、そっから先に全く絵がないんですよ、だからロケハンしました。あ、そうですか。道が悪くてね、今、こうちょうど道路を作ってるところで、でもうひっくり返ってるから雨降ったって、こんな状態で、それを写真に撮って、だから山の形とかあるじゃないですか、やっぱりそういうのも、だから自分の生まれ故郷の山の姿がそのままあってっていう投書をいただいた時は、よかったねって、ロケ屋も目打ちあったなっていう。あ、そういうことだったんですか。そんなわけで番組には全国の名所旧跡が毎回登場します。変だわ、小屋の中の声がどうしてこっちから聞こえるのかしら。あの姫がな、ここが有名なあの大湯の湯はいますね。大湯はええ、ここに喋ったがこっちがガクガクと聞こえてきまんにゃ。よくご存知ですな。私前このお師匠さんと一品言ってきたことおまんにゃ。踊りのお師匠さん。そう、花焼きだち。こちらは和歌山県の大寺、日本の古式捕鯨発祥の地と言われます。大掛かりなセットは話題になりました。怖がらせて木の方へと引きつけるのじゃ。ほら来た。すごい。室内に巨大なプールを作り、クジラまでこしらえました。覚えてる。すごかったね。船を3艘も浮かべて大騒ぎ。みんなの背中へ乗ってな、犯罪を捉えてくるからな。しかもこのプール結構深い。
はあ、すごい。思い出します。寒かったんですけど、あれはお湯にスタッフの皆さんがしてくれてたんですけど、中にいる方がいいんですけど、上がったらさあ、なんだ、佐田さんこれちょっとやりすぎじゃないですかね。あの鳥谷さんの興行師と私自身の興行師とで、あの取り合いをしよう、クジラを生け捕りにして、はい、江戸で商売しようって、本当に江戸の興行師ってすごいんですよ当時。象を持ってきたりね、本当に本当の話ですよ、江戸の末期にはそういうのがあったんですよ。寺門屋を見ておりますとですね、結構その史実に基づいて、大体その土地土地に根付いた話であるとか、歴史に沿った話じゃないですか。クジラ漁は取材されたんですか。全部しました。大島まで行きました。はで資料も集めて、和歌山県のね、で町にも協力してもらったんですか。だからあの、市長が来ましたからね、コマーシャルに後で出てくれたりして。これは白木みのるさんがね、見事なインタビューをしてるんですよね、この胎児の町長と。町長ね、そういう意味では本当にいろんな観光地をですね、ちゃんとつぶさに研究して、それであの舞台に寺門屋さんとかさって、もう一つは本当にね、全国の名所旧跡みたいなものを、はい、これを覚えることができたっていう、ここにこんなのがあるのかっていう、それがだんだん分かるようになりましたから、またより以上に面白くなってきたなって感じになりますけど、さてこの、 あの大務岩でございますね、はい、これではあの若き日の島倉千代子さんの歌声と藤田真子さんとの掛け合い、これも非常に見どころがございましたんで、ちょっとご覧いただきましょう。はい、若いね。お藤と呼んでくださいませ。これ最高でしたね。これ覚えてますよ、何度か行くんだ。ここであのあなたを固く抱きしめして、私は猛烈なあの節分をさせていただいてもよろしゅうございますか。なんで食べる。今で売ってたからね、本当に。今でも面白いよ。それではぼちぼちやらせていただき、寺門屋300回を記念して猛烈な節分をさせていただきます。まだやごちゃごちゃ言うな、お前。お前ずそこでちょっと黙ってるよ、お前。それではまたとないチャンスでございます。これから続く。今見ても面白いですね。ね、藤田さんが乗ってるのがよくわかりますね。顔が長いんで馬っていうことになったんですよ、これは。それであの、あの競馬のファンファーレですよ。はい、あのタイミングがねもう抜群だなっていうふうに。徳光さんがゲストで出たら多分競艇のエンジンの音。今日はね、あの藤田さんに敬意を表しまして、はい、ちょっとこれアップで撮ってもらいます。あ、馬蹄のピンバッジをつけてもらいます。はい、これ競馬です。そうですね。馬もおやりになるんですか。馬も少々。藤田誠さんは当時やっぱり相当売れてらっしゃる。いやいや、まあ、コメディアンがいっぱい、まあ、当時大村コンさんね、バンドデッチドンで売れてた、茶川一郎さん、これも売れてた、藤田誠さんは、まあ、3番手ぐらいにいたんですね、その3番手のやつで番組を作ろうと、それを僕と同い年だったってこともあるし、お互い頑張ろうなって言いつつ、僕も AD やってた時代があるわけですから、で彼も脇役で、その頃にまあスタジオの隅で頑張ろうなとか言って、うん、約束し合ってたっていうのがありますよね。でもあいつ、島倉さんがこういうコント番組に出られるっていうのも極めて僕稀有だと思うんですけども、これはやっぱり相当くどいたんですか。いやいや、これはもうたまたまね、タイガースの藤本さんとあの一塁出身だった結婚されたでしょ、そう、結婚されて甲子園に家を構えられたんです。そうです、そうです。それで仕事をセーブするとおっしゃったから、うん、大阪にいらっしゃるんだったら寺門屋だったらレギュラーで出れるに違いますかと言って口説いたんです、う
それで島倉さんがレギュラーになったんですよ。これはもう当時の島倉さんね、やっぱりすごい人気でしたからね。そうですね。さあ、てなもんやと言いますとですね、立ち回りがこのコントとは思えないほど本格的でございました。あの映画の立ち回りの場合は同じことを何回もやって、そのいろんな角度でこう撮影してね、はい、でなおかつ編集をするわけですよ。でてなもんやの場合はですね、一発本番でございます、はい、まさに神業ですよこれは、はい、そう思いません？思いますね。ほら、舐める。そう。舐める。ここに入れるっていうのがすごいね。殺しちゃならんぞ。山岡さん、任せてちょうだい。死ね。誰の共演者？あ、雁之助さん。まず見入ってしまいましたけど、見入ってしまいますね。立ち回りもすごいし、はい、里見浩太郎さんもかっこいいですね。かっこいいですね。財産はね、あの番妻とね、それからまあまあ当時だったら大河内の盾をね、凝縮してオーバーにしていくとああなるんですよね。ああ、そうか、番妻さんの左膳が財津さんなわけですね。そういうのをじゃあよく日頃からご覧になってたんですか？僕はもう時代劇も一生懸命見て、うん、東映の映画館そばにありましたからね、うんうん、もう ちょこっとでも時間あったら途中で、うん、でも見る。盾っていうのはね、あの盾を つける時から分かってたら見えるんですよ。スローモーションで見えるんですよ。でディレクターは普通はね、テレビのディレクターは盾になってパンと引いてね、ポンポンとアップ抜くしかやらないんですよ、うん、普通は、うん、テレビの場合は。テレビの場合で僕は盾の稽古から全部ついていってましたからね。それはね、な、うん、うん、でかってびっくり鳥毛町という時代劇担当になった時に最初ね、うんうん、森光子さんが盾の稽古を必ずされたんですよ、うん、で一緒についていってたんです。でその時に盾ずっとつけるのを見てたんですよ、うん、でゆっくりつけていきますよね、うんうん、でそれでああ、たら立ち筋が分かるじゃないですか、うん、だからリハーサルからきちっと見てれば、うん、まあ、あの何度も申し上げますけども、本当にこの番組で出るまではさほどその有名ではなかった、藤田誠さん、それから関西では有名でいらっしゃいましたけども、東京ではさほど知られてなかった白木みのるさん、この二人がですね、疑う前よりもちょっと我々このてなもんやでびっくりしたわけでございますけども、彼らのその熱唱シーン、これをちょっとご覧いただきましょう。さっき言わせて、あんばい歌えよお前、任せてけ。5つ生かす時次郎さんは、ほら調子ええかな、おい、顔も良ければスタイルも良し、それに頭は空っぽだ。いい声ですね、白木師匠はね。白木みのるさんはもう僕がこの世界入った時にはもうスターでいましたから、ね、うん、あ、そうなんですか、はい、大劇でワンマンショーやってましたから。でもそれはあれですよね、失礼ですが大阪、大阪ローカルな話ですよね。もちろんもちろん、もちろん、吉本のスターでしたから、もうすでに、はい、あ、そうなんだ、うん、吉本ってはもうすごかったです、うん、座長ですから。藤田誠さんの功績も大きいと思うんでありますが、実は白木みのるさんが、まあ、もう僕たちは東京の人間はびっくりしたわけですよ、はい、なんだこのよくしゃべる子供はと、達者な子供はっていうふうに思ってたわけですよね。これは澤田さんなんですが、白木みのるさんもやっぱり
いつか起用しようと。いやもう使うと思ってます、うん、ただね、うん、あの使い方がね、その例えばネグリジェ着てる女の人の中へ潜り込むとかね、そっちの方へ行こうとしてたんですよ、大体。でそれを僕は全部やめろと、そういうの、で子供らしさをもういっぺん勉強せえっつって、子供と一緒に遊ばしたりしてない、本当に、子供の仕草は忘れてるじゃないですか、まあまあたまたま僕と同い年ですから、藤田誠とも同い年なんですよ、だから昭和8年同士なんですけどね。まさに昭和8年に作り上げた番組なんですか。そうてなもんや。そう、その話を僕ら英語で聞いてました、ね、頑張ろうなっつって、彼新人で白木実さんの付き人みたいにいつも稽古に来てたんです。え、はい、白木実さんのお世話をするあの通行人で出ながら、終わるとリハーサルにもついて、本番までずっと僕はあの着替えを手伝ったり、吉尾はバッグを持ったりして、僕ずっと、それでスタジオの隅に立ってるんです、いつでも、で一番最初に出してもらったのが熊のぬいぐるみだったんです。なるほど。で四つん這いになってずっと出して、終わってもう汗びしょびしょですね、でもいつになったらと思ったら、澤田さんが本番が終わって横を通る時にちっちゃい声で、あ、早よ顔が出せる芸人になりやって言って、あ、そう、忘れもしませんよ。なるほどね。続いては伝説の神回と言われる上野の戦争。官軍と将棋隊の戦いに時次郎と陳年が巻き込まれ、大騒動となりました。石原軍団じゃないわけですね。本当ですね。西部警察じゃないんですから、本当に。バラエティ番組ですか、これ。これはテレビ局のスタジオですか。いや、もう ABC ホールです。ホールです。もちろん ABC ホールです。はあ、じゃあお客さんもいらっしゃるんですか。お客さんもこっちへ。あ、そうですか。お客さんびっくりしたのな、これは。あの大砲が大変でね、重いでしょ、実際作ってあるわけし、でその大砲を運ぶ話なんですよ。ハリウッドの映画で、あの大砲の映画があってね、それはもっとでかい大砲なんですよね、ソフィア・ローレンの映画ですよ、それ見た時にこれいけるなと思ってね、将棋隊の、要するに官軍と戦う米国、幕府の隠密みたいなやつが、ロシアの大砲を買って運ぶという話なんですよ、そういうストーリーを作ったんですね。それで東北の山道をあれをどう運ぶかっていうのがあるわけですよ、それで結局一発撃って撃たれて壊れてしまうという悲しい話なんですけどね、でこれ実話なんですよ。将棋隊がこもった時にね、あの上野のね料理屋の2階に官軍が大砲据えてね、それで撃つんですよ、それで全部それでやられるわけですよ、将棋隊が全滅するんですけどね、まあ言ったら幕府の悲劇じゃないですか最後。だからこれだけはなんかこう、その大砲のためにもねきちっとやってらないかんというのがあったし、一発を撃とうじゃないかっていうのがあったし、ぜひこうやりたいなと思ってましたからね。じゃあ結構あれですか、狙いではあったわけですね。もう完全な狙いですね。で面白い。だからそのためには随分長いこと準備もし、いろんなテストも毎回のとこでちょこっとずつ屋台崩しのテストやったりいろいろやってはいるんですよ。まあ、当時は高度経済成長の時代で、
まあ、世の中もかなり暑かったわけでございますけども、あのテレビの現場もですね、本当に情熱にあふれていたなというような感じがいたします。本当に素晴らしいものがやっぱりね、その寺門屋三田さん全309話の中からですね、えりすぐりの傑作8作品、これが復活するわけでございます。お楽しみでございますね。テレビ史に残ります名番組でございますから、ぜひご覧いただければと思いたいと思います。今日は皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。